はい、こっちはほっといて。ただいまより平成29年度全国高等学校総合体育大会男子バレーボール競技大会予選グループ戦第1試合を行います。 A コート山形県代表山形城北高等学校対茨城県代表土浦日本大学高等学校。B コート神奈川県代表野営高等学校対愛知県代表愛知工業大学名電高等学校。C コート埼玉県代表埼玉栄高等学校対兵庫県代表一律尼崎高等学校です。試合に先立ちまして審判並びにコートアシスタントをご紹介いたします。 A コートファーストレフェリー中村慎介コーチ兼。セカンドレフェリー山寺誠司福島県。コートアシスタントは日大山形高校山形商業高校のバレーボール部の皆さんです。Tコートファーストレフェリー檜山雄介栃木県。セカンドレフェリー杉村智夫秋田県。コートアシスタントは日大山形高校山形工業高校山形西高校のバレーボール部の皆さんです。Cコートファーストレフェリー斉藤龍介山形県。セカンドレフェリー浅野康弘北海道。コートアシスタントは
山形東高校、山形西高校、上野山明神館高校、東海大山形高校のバレーボール部の皆さんです。Thank you.
Thank you.
Yeah.
入館となりますので、よろしくお願いします。メンター。